ブリルライナー・ブリルライナーは、かつてアメリカ合衆国に存在した鉄道車両メーカーのブリルによって開発・製造された路面電車車両。1868年に創業した鉄道車両メーカーのブリルは、優れた単造技術を用いた高性能の台車や高性能の路面電車など、多数の鉄道車両及び部品の製造を手掛けていた。 しかしモータリーゼーションの進展により、需要が減少し、1930年代にはアメリカンカーファウンドリーモーターズの参加となっていた。一方、モータリーゼーションによる経営悪化を打開するため、各地の路面電車運営組織や鉄道車両メーカーなどが参加した電気鉄道経営者協議委員会が1929年に結成され、 様々な新機軸の構造を取り入れた高性能路面電車 PCC カーの開発が始まった。当初はブリルも参加していたもののやがて委員会から離れていき、最終的にアトランティックシーショアー鉄道からの注文を受け PCC カーと同等の高性能路面電車を自社で開発することとなった。これがブリルライナーである。モーターや制御装置は PCC カーと同じ構造だが、台車はブリルが開発した独自のものを導入していた。初期に製作された車両は騒音が問題視されていたが、その後の車両はハスバの平ら歯車が採用されたことで騒音軽減が図られている。車体のデザインはペンシルバニア鉄道 g g 1系電気機関車のデザインを手掛けたインダストリアルデザインのレーモンドローウィンが担当した。 最も多くの車両が導入されたのは、ペンシルバニア鉄道の子会社であったアトランティックシーシュアー鉄道で、1938年以降、試作車も含めて25両が製造された。元は PCC カーを導入する予定であったが、特許使用量で折り合いがつかなかったため、ブリルに独自の高性能路面電車を受注した経緯を持つ。 1955年12月に路線が廃止されるまで使用された後全車解体された。一方1941年10月にはフィラデルフィアの郊外路面電車路線であったレッドアローライン向けに両運転台式前後扉の車両が重量製造されており、1981年の引退後も複数の車両が保存されている。また、 ワシントン DC の路面電車20両が導入された他シンシナティやバルチモア、フィラデルフィア、サンフランシスコの市内路面電車にも導入されたがこれらの都市では1両から3両と少数に止まったアメリカやカナダなど各都市に向けて大量に生産された PCC カーの一方でブリルライナーの製造数はわずか40両に止まったそして レッドアローライン用に製造された重量のブリルライナーを持って、ブリルは路面電車車両の生産を終了することとなった。ありがとうございます。